はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気学部アニメ部ワクワク研究室 YouTube パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、このラジオじゃないこのチャンネルは二次元の面白さを語り合い知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組のチャンネルになっております。イエイ。はい、ということでね、今回で、ね、もう次が今回が51回目になるのかな。はい、皆さんありがとうございます。白箱のね配信を契機に意外とこう順調にこういろいろ再生数が伸びております。何よりもチャンネル登録者数も増えていただいてありがとうございます。で、昼間気づいたよ、なんかねバッドボタンついてた、やめてまあいいんですけどね、バッドボタンがつくぐらいいろんな方に見ていただいているのかなと前向きに思っていきたいと思います。はい、ということで今回ご紹介するのがこちら、ででん、あーページめくれたででん、はいね、白箱とかね、声優アワードのね話がやっぱり再生数高いんですよ。時事ネタって強いね、みんな好きだね、ああいうのだけど時事ネタを避けていく私はい、ということで今回はゆるキャンでおなじみのアフロ先生のねもう一つの連載作品の方に、連載してるのかなこれ、ごめんなさい、単行本でしたからすっと買っただけなんですけど、モノという作品になります。いやー、今ねこう内容を読んだ後だとこの表紙見るとどういう話なのかなって一発でわかるんですけど、実はこれいまいちよくわからず、へーとかってね、まあもうアフロ先生だからっていう理由だけで買ったんですけど、いい漫画だった、これすごくいい。これもねゆるキャンと同じ4コマ漫画になっております。で、同じく舞台が山梨のを舞台にしている作品であります。で、主人公名前何だっけ主人公名前ちょっと待ってね、久々に読み返すな。主人公さつき、いいや、主人公名前だけ分かればいいやさつきでいいよね、さつき、天宮さつき、 OK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 、 はい、ごめんなさいはい、ということでね、主人公さつきが、写真部なんですね、高校生で。で、憧れの先輩、先輩が好きで、で、先輩が、写真部の先輩が好きで、で、その先輩が卒業してしまうところから話が始まりますと。で、その写真の先輩はすごく写真が上手い人で、こうカメラでね、一眼レフかなんかでカシャ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 撮って、応募している先輩になります。で、この主人公はその先輩が好きで、先輩のことをスマホでカメラを、スマホで写真を撮っているという写真部生活を送っていた主人公になります。で、この主人公が、だからカメラのお話なんですね。写真部でカメラのお話なんですよ。で、この主人公は一応、そのカメラで写真を撮っている先輩を撮った絵で、簡単なね、賞を撮ってもらっ、撮ってで、賞金が出ましたと。で、その賞金でカメラを買うとこから話が始まっていきます。ただ先輩が卒業してしまった、で写真部でそんな先輩の以外の写真を全然撮らないこの主人公は、じゃあどうやって私をやっていこうかっていうところから、この物語がスタートしていきます。で、表紙拡大できないのか、このお友達と一緒に、写真部をどうやっていくかっていうのを進めていくのが、このストーリーのお話になってきます。で、この主人公が、で、ね、ただね、カメラを買って進めていくと、まあ、玉揺らみたいになるわけですよ。でも、この主人公が選んだのがこちらですね。リコーの、360度カメラ。こちらの方を、ヤフーオークションで買うところからスタートします。で、この、で、写真部として、この子は、この360度カメラを持ちながら、じゃあ友達たちといろんなとこに行こうって言って、いろんなところで360度カメラで撮るんですよね。それがね、すごくね、面白い。360度カメラでいろんな場所に行って撮っていく。で、その360度カメラで撮った画角を漫画で描いてんのさ、これ。すごい面白いよ、見てると。魚眼で撮った絵で、その橋の画面の曲がり具合だとかをすごく綺麗にね、描いて、でも魚眼のその画角で撮れるからこそ見える広いね、景色の絵とかを漫画で、ね、表されていて、すごくね、読んでいて空気感のいい、漫画になっています。で、この友達は、今は亡き、今持ってるか、パナソニックのアクションカメラを買って、アクションカメラでこういろんな
写真だとか動画を撮ってチャレンジしていく。ただ普通のいわゆる一般的なカメラで写真を撮るのではなく、今流行っているアクションカメラとか360度カメラを使っての今のブームを牽引しているカメラで見た画角での世界を紹介しているのがこのモノという作品になっております。なのでね、この、で、まあ、このね、カメラを売ってくれたのが実は近所に住んでいたっていうこの主の漫画家さんで、で、この漫画家さんがこの二人を連れ出して、この二人を題材に、まあ、こう、まあ、今流行りの女子高生が何かをするという漫画を描くとかいうスタートで、話が進んでいきます。で、こっちのバイク乗ってる人がね、この漫画家さんの友達で。で、この友達は、アクションカメラを使って、まあ、GoPro ですよね。を使って、バイクのもの動画を撮って、元動画を撮っている。まあ、そういう人たちが集まって、今、まあ、本当に今時ですよね。今時の、カメラ事情とかのテーマを扱った作品になっています。すっごくこの画角のね、描き方とかは上手いので、ぜひぜひ、興味、まだね、知ってるけど買ってないとかね。あ、そんなんあんねやって思った方は、ね、ぜひぜひ読んでみてはいかがでしょうか。ちなみに私、これに影響されて、インスタ 360X っていうね、360度カメラ買いました。もう手放しちゃいましたけどね。あんま外、私は外出かけないので、北海道旅行とかへ持って行きましたけど、まあ、編集大変。まあ、マシンスペッククークーでね、ちょっとね、まあ、いろいろ、別ので物入りあったので売っちゃいましたけど、まあね、これからこうどんどん流行ってくるんで、新しいのまた出たら欲しくなって買うだろうと思って手放しました。今はね、一応外で使うアクションカメラ、別にこういうの持って、これもね、インスタ360系のやつですね。360Go ってやつなんですけどね。これもね、魚眼で撮れるやつで。またね、これがね、こう2つね、ついてるのがね、360度カメラなんですけど、すごくね、よくできてるのと、まあ、360度カメラとかの動画だとね、手ブレっていうのが起きないんですよね。なので、初心者が撮っても綺麗に撮れるっていうところが、もう本当に追求されてて、こんな感じでフランクな、インスタントに簡単に、いろんなね、カメラを楽しむことができる。カメラを撮ることって楽しいことだよねっていう、その、自分が見てきた景色とか日常とか流れとかを一瞬で切り取っていくことの楽しさっていうのが、もっと可能性が広がったんじゃないかということを示している面白い漫画。まあ、そんな、小難しいことを考えなくてもいい、面白い漫画になってます。で、一生懸命ね、撮らなくても楽しんで撮ればいいんだっていうところをね、また伝えてくれてるいい漫画だと思うので、ぜひぜひ読んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回は、アフロ先生の、4コマ漫画、モノの方を紹介させていただきました。まあね、よかったら読んでみてください。はい、今回もね、まあ、お前頑張っとんやんと思ってくれたら、いいねボタンを。で、まあまあまあ、次も見てやらんこともないけどなっていう人は、チャンネル登録よろしくお願いいたします。もうバッドボタンはいいよ。その手間をね、別のことに使ってください。どうもありがとうございました。バイバイ。